ここからは関東エリアの気温についてお伝えします。今日の朝は過ごしやすい体感でしたね。そうですね、まあ、昨日も雨が降って気温が少しこう下がってきている状況になっています、うん、はい、で現在の気温も上がっていないんですよ、はい、東京の都心11時40分現在で 25.2 度となっていまして、今日この後あまり上がらず経過していきそうなんです、はい、でしかも昨日との気温差も非常に大きくなっています、うん、はい、24時間前との比較を見ると東京の都心 7.5 度も低くなっていまして、まあ、しのぎやすい、まあ、そういった体感、うん、広く出ているのではないかというふうに見られます、はい、ただですね、こういった気温がちょっと低くなる状況、うん、今日までなんですよ、はい、また上がっていきそうでして、1週間の予想を見ますと、まあ、今日は東京29度ぐらい、23日ぶりに真夏日から解放されるというふうに見られるんですが、明日以降はまた32、3度を予想しています、うん、また関東の北部でも広く真夏日が継続するといった形でして、やっぱりまた熱帯夜、そして真夏日が続く、つまりは熱中症警戒という日が続いていきそうです。はい、この後も油断は欠かせません。暑さ対策を万全にしてお過ごしください。Thank you.